つもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの DIY でカスタマイズ&メンテナンスということで、今回ですね、次の2010年10月号に行きたかったのですが、視聴者の方からですね、メールをいただいて、2010年の9月号で一番良かった車、総集編みたいな感じで、私目線で良ければ何台かピックアップしてもらえませんかということだったので、まあ、ちょっと人の車を、採点したりとか、これいいね、自分の感想で良ければですね、いいんですがということで言ってましたんで、まあ、こちらの方ですね、また開いていって自分がいいなと思う車をですね、ちょっとピックアップさせていってもらえればいいかなと思います。まあ、個人的な本当に感想と、意見になりますので、ご了承ください。自分もすごい車に乗ってたわけでもないので、どれがいい方がいいっていうのはちょっと難しいんですけど、そうだな、ちょっと今撮影してますけど、自分はこのインフィニティ945、これいいなと思いますね。まあ、結構派手にやってるようには見えるんですけども、パッと見シンプルですよね。こういった車がちょっと自分は好きかなと思います。マフラーも、まあ、こういう2本出しとかですね、そういうのがいいしっていうので、必要以上にその何て言うんですかね、パーツをつけてないっていうんですか、例えばトランクのとこのルーフですねに、まあ、ちょっとした小ぶりのスポイラーとかだったらいいと思うんですけど、まあ、そういうのもなく、まあ、あとオーバーフェンダーとかフェンダーの作りがですね、やってるとは思うんですよ。ここまでギリギリ辛い位置でタイヤとフェンダーがっていうことでやってるとは思うんですけど、まあ、大きくオーバーフェンダーするのも好きなんですけど、自分だったらっていうことで、まあ、こちらのインフィニティ今945もですね選ばせていただきました。で、前から見る分と後ろからですね、見てる分っていうことで、で次はですね、どれかな、どれになるかな、本当にまあ今のはちょっとフェンダーねあんまりやってないバージョンだったので、まあちょっと今度はくっきりオーバーフェンダーやってる車として、まあ、こちらの方の13クラウン、で、まあ、見てもらったら分かるようにフェンダー結構やってますね、ちゃんと。で、1ページ前に戻って、まあ、全体っていうか、見てもらったら分かるんですけど、このような感じね、まあ、この辺りぐらいだったら、まあ、自分だったらいいかなっていうような感じで、で、エアロもジャンクションのエアロで、ここに房とかね金綱がついてますけど、まあ、こういう風な感じで、嫌いではないですね、こういう仕様。あとはですね、ちょっと悩ましいんですよね。この当時2010年の9月でもこの Y31 のシーマを維持できるっていうのは、平成3年式とかってやっぱ書かれてますんで、やっぱ古い車、を維持するっていうのは結構大変なんですよ、本当に。部品がなくなってたりとか、修理するのもですね、いろいろと一苦労っていうのがあるんで、どれもね、素晴らしいんですけど、中でもっていうことで、難しい。本当にね。難しいところだなと思いますね、本当。そうだな、あとは、難しい、本当にもうその人の個性とこだわりとかね、そういうのを聞いて
なるほどっていうのとか、うん、まあ、あとはこちらのサンサンブロアムですかね、もうこちらも好きですね。うん、結構シンプルじゃないですか。まあヘッドライトもね、今回こっち見てまた分かりますけど、イカリングがついたプロジェクター入れたりとか、まあそのようなね感じでやられてますけど、うん、こういうのも好きですね。パッと見こうシンプルじゃないですか。で後ろもね、こうシンプル、このリアスポイラーとかちょこっというような感じで、うん、こう見てなんか綺麗っていうんですかね、まとまってるっていうような感じが好きなんで、まあ、こちらの車をですねちょっと今選ばせていただきましたけど、あとはそうですね、まあ、ちょっと今回自分のもう感想というか、自分だったらこういうのがいいかなっていうのを今ちょっとお伝えしてますんで、撮影してなかなか結構ポンポンポンって今スキップしていってますけど、そうだな、うん、まあこちらの、うん、このシーマとかもいいね。なんか分かりますか、さっきからなんかこうちょっと共通してるような感じで、あまりそのコテコテ、うん、まあ、これも結構一般の方からねするとカスタムか改造車っていうような感じなんですけど、まあ綺麗というか、うん、どちらか言えばちょっとシンプルっぽくなってるんじゃないかなと思います。で逆にこちらのような、このプレジデントみたいな感じになると結構カスタムしてますねっていうような、こうカスタムカーっていうの本当感じですよね、どちらか言うと。うん、まあこういうのも嫌いじゃないですけど、まあ、自分の場合はこちらのシンプルな感じですか、うん、がいいかなと思います。まあその当時に戻った時はですね、2010年の自分だったらこっちっていうかもしれませんけど、まあ今、うん、月日が経って年を取ってですね、うん、見るとっていうところで今ちょっとお話しさせてもらってますけど、うん、こういった感じですかね今のところ。ここら辺はちょっと内装関係だったので、うん、まあ、こういう雑誌あるあるなんですけど、結構ペラペラ後にページめくってると手切ったりとかするんで皆さんですね、ページをめくるときは気をつけてください。うん、まああとこういうね、AMG のデモカーになってます、20のセルシオとかもこういう感じも好きですね。こうカスタマイズしてるとかやってるんですけど、そんなにこう派手っていうんですかね、うん、差がなくてこうシンプルでいいんじゃないかなと、うん、そういうのが好きですかね。うん、ぐらいかな。一応今のところはこんな感じですかね。2010年の9月号に関して言うと、うん、あ、まあ、そうですね。とはもう本当いろいろ悩むんですよ。皆さんの車がかっこよくてですね、正直、まあ、こちらの方のセルショとかもこうシンプルな感じですよね、本当にグリル純正で、うん、まあ、車外のね、フロントバンパーとかサイドバンパー入ってたりとかするんですけど、うん、まあ、こういうのもいいんじゃないかなと思いますし、こちらの、うん、31セルショ前期とかも、まあ、フェンダーこちらのダクトが入ってて、うん、フロントバンパーも加工とかねいろいろやられてるのかもしれませんけど、まあ、見る感じシンプルでかっこいいですよね。マークレスグリルが合います、うん、とかまあ好きなんで、あとは、こちらのジャガー、まあ、ちょっとくっきりフェンダーを出してますけど、まあ、この辺ぐらいだったらもう自分の中では許容範囲かなと、かっ
っこいいこのスタイリングね、細身の、感じとか、まあ、この上の17クラウンアスリートかな、こちらの方もかっこいいですよね。でまあフェンダーも見てもらったらわかるんですけど、まあ、さほど、このジャガーみたいな感じですかね、このぐらいだったら自分はシンプルで好きだなと思います。このぐらいですかね。はい、ということで、今回ですね、これで本当に最後です。2010年9月 VIP スタイルですね、こちらの、まあ、総集編と言ったら変なんですけど、私が選ぶですね、自分だったらこういう車がいいな、かっこいいなって思う、車の方をですねピックアップさせてもらいました。で次回は、2010年10月号、こちらの VIP スタイルの方で当時のカスタムを振り返るということでやっていきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いします。お疲れ様でした。